大映によって映画化さる強力なるスター陣に苦心の研究満3年ここに大なる確信を持って世に問う大映特殊技術陣の成果を拝して日本映画界に完全と新分野を開く待望の映画透明人間現わる。映画の魅力、映画の魔術、映画のあらゆる面白さをことごとくこの一編に集中して今週随一の人気を呼ぶ透明人間とはその何者。宝石店展望堂に姿を現した機械なる紳士、足取りも重く店内へ。謎の包帯は解かれた。あ、頭がない、顔がない、首もない。あ、透明人間だ。日本一の宝石アムールの涙をめぐって出没する透明人間、裏切り者の背に立つ探検、姿なき手に奪われる宝石箱、音もなく開くカーテン、宙に浮かぶ花瓶、黒猫。あっ、透明人間だ。事件は事件を呼び、全市を恐怖と混乱のるつぼに叩き込んで爆走する乗り手のない無人サイドカー、姿なき人間を取り囲む数百の警官隊、銃に火を吐く拳銃、断層の霊人、宝石収集狂をめぐって敏腕警部の大活躍、息もつがせぬスリルとサスペンスの連続、カメラの魔術、日本映画最初の大トリック映画透明人間現わる。透明人間現わるにご期待ください。